王の達は、奈良時代の貴族。三位、王の東人の子。聖は阿孫。官位は、十五以上、陳樹法案。子に、王の誠本がいる。商務長の天平を十九年正月、県、犬飼い小山守、伏せ拓主、小野田守と共に、聖六位下から十五位下に少女。天平二十一年に、道の区国小田軍で黄金が発見され。 更新された。このことを記念して、同年4月に、天平21年は天平官平元年と、改元される。また、うるう5月には、大社が行われ、父母を殺したり仏像を損なう者は除いて、すべての罪人が謝免された。続けて、道のく国史及び黄金発見に関わった者に、対する除衣が行われ、道のく国助であった、佐恵禅城ともに、 鎮守法眼であったたちは15以上に少女した。鎮守法眼という名称は、天平10年4月の上海官人歴名の中の陳樹藩余り足人の記載に現れるもので、天平15年12月の陳税府の官人構成、将軍、副将軍各1名、法眼2名、左官2名の構成に類似したものであったと推定される。鎮守府の官人が常駐の官であるところから、 中央から派遣される臨時同員軍と区別するために三等官四等官の名称を方官左官としたものと思われる。その名称には常駐官であることも関係し、ただの軍事戦闘のための武官だけではなく、行政官的な職務を行使する官であったことが考えられている。この後、方官左官は、証元、将僧、さらに軍官、 軍装のように変化してゆく。俗に本気による。ありがとうございます。